改めまして企業支援部部長清水さんとお話を最後にしてこの配信を締めくくりたいと思います。清水さんどうぞよろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。皆さんのお話をこう順番にそばで聞いていらっしゃったと思うんですが、うん、改めて小田信用金庫さん、はい、ここが自分たちの素敵なところだな、うん、ユニークなポイントだなと思われた点って何か終わりでした？はいうん、まああのー、まあ信用金庫えー、私もですねえー、もうほぼ営業店にいたもんですから。うん えー、もう一つ私がもうずっと大切にしているテーマがです、ね、もうとにかくお客さんのためにというテーマを持っていてでもう一つは恩返しをしたいということを常にもう僕は意識しています。で今、えーまあねえーまあ、ある程度このポジションに来たのも、えー、僕がまあ若い時に一生懸命カバン持って歩いてきた時にこのお客さんに、えー、私も一生懸命、えー、していただいたというのもありますので。 えー、そういった意味で、えーまあ、本人だけでなくて、ですねやっぱり、あのー、お子さん、まあえー、また孫の方まで、えー、面倒みたいなという思いで、えー、やっぱりずっと、えー、やってきてますので、えー、その辺という思いはもうずっと一緒かなと、えー、やっぱりそういったものを、えー、持ち続けるのが、まあ、信用金庫のよさであり、まあ、親しみやすいということで、皆さん行っていただけるんで。 そういったのはやっぱり大切に、えー、これからもやっていきたいなという思いで、えー、ずっとと取りり組んでいいまますすありがとうございます、はい、最後にですね、うん、これからこう開業しよう、起業しようと思われている方でこう、うん、有志に少しだけ怖がる気持ちがある方に向けて、背中を押すメッセージをいただきたいなと思います。うんうんうん、はい えとやっぱりですね、えー、起業してお金を借りるっていうことは、本当にすごい決心がやっぱり必要だと思うんですね、えー。そういったものはやっぱり何かのきっかけがないと、やっぱどうしても一歩踏み込めない、踏み出せないっていうのがあると思うんですけれども、やっぱりあの自分で、えーまあ、いろんな、えー、今、チャレンジしようと思ってる、開、え、業、ーまあ、しようと思ってる、そういったものにですね、一生懸命自分なりに勉強して、 えー、ただ、えー、素晴らしい計画書を作るというものではないと思うんですね、えー。現場を見てて本当に思うのが、一生懸命、このやりたいものに対して自分なりに努力してやれば、今度はの、まあ、信用金庫に行けば、ですねそういったサポートって必ずやりますので、必ずしも100点の計画書を作る必要はないんですね。そういったものを、とにかく自分が一生懸命やるぞと思って取り組んでいくっていうのが、一番、えー、大切なんで、そういった、えー、なんていうんですかね。 あまり気を張らずにただやるべきことは一生懸命自分で勉強してやるということがやっぱり一番大切かなと思っていますぜひ皆さん成功してるお客さんですね私今26年営業店にいたんで共通するのが一つあってですね皆さん非常に魅力のある人柄っていうんですかね とにかく周りから成功してる、えー、方共通するのがやっぱり皆さんからすごい、えー、魅力のある人物っていうことに、えー、共通してるなっていうのがあってぜひあのそういった、えー、自分を高めていってそういった周りが自然とやっぱり厳しくなってもやっぱり寄ってくると思うんでそういうふうな、えー、人物になれたら必ずやっぱり成功するチャンスやっぱりそこから人が集まればビジネスも えー、絶対増えて、チャンスが増えてくると思いますので、えー、そのへ、えー、まを、あえーまあ、ビジネスだけではなくてですね、えー、自分自身も磨けばですね周りがやっぱり、えー、そういった、えー、行動を起こしてそれがまたビジネスにつな、えー、がっていくと、まあ、いうことになるのかなと思ってますのでぜひ、あのー、意、ま、思、あえー、を固めてですねそういうのを一歩踏み出せば 必ずいい世界、まあ、それなりのアドバイスを受けられると思いますので、えー、ぜひ、えー、信用金庫の方にですね、来ていただければなと思っています。 以上ですさんありがとうございます綺麗、はい、な、ね、プレゼンテーションをがっちり作るんじゃなくって真面目にこう今までやってきたことそしてやりたいことをどん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 磨いていって自分自身も磨いていってとっていうメッセージがとても刺さりました画面の向こうの皆さんにも刺さっているかと思いますそれでは本日長時間にわたりお付き合いいただきありがとうございます小田信用金庫さんそしてスタートアップラブラグいつでもぜひお気軽に相談にいらしてください それでは配信終了したいと思いますどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございました